はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。さあ今日もですね、世界リーグ CWL ライジング級チャンピオン群馬サムライさんのタウンホール9のアタック、今日はお送りしていきます。でこういったですね、ミックスクランでのタウンホール9の役割はやっぱり開戦したらですね、もう速攻でですね、同額のタウンホール9を埋めて、で、タウンホール10ですね、星にアタックを開始しなければいけません。なのでいかに少ない手数でしっかりとタウンホール9を埋められるか、それがね、ほんと鍵になってきます。さあまず1本目のリプレイは寛兵衛さんですね。この寛兵衛さんは漢字の寛兵衛さん、有名プレイヤーの寛兵衛さんのサブアカですかね、ひらがなの寛兵衛さんとなっております。で、編成としては、おそらく非初見の攻めで相手の援軍がラバルだって分かっているので、ここはステアチャクイで相手の対空砲を1本折っていきます。からのバルキリーで相手のアチャクイを処理していって、そしてラバルパートを展開させていくといった流れですね。今回の相手の配置、結構ね、対空砲が一直線な感じで並んでいて、ちょっとねラバル回しにくそうだなっていう感じですが、そうですね、ラバーハウンド、侵入させる位置ですね、ここ角度をつけて出すことによって、しっかりとアーチャータワーやウィストンのターゲットを取って、でその間にヘイストで一気にバルーンで押し上げていくといった流れですね。対空砲が偏っていたり、あと変な位置にね並んでいて、ちょっとね空回しにきそうだなっていう配置でも、やっぱりですね、角度をつけることによってこういう風にですね、綺麗に回すことができるんですよね。さあということで、あっという間にですね、防衛施設どんどん壊していきまして、ラバーハンドまだ1体弾けてないですかね。で呪文もヘイスト1つ残した状態でこういう風に回っていって、あとはお掃除タイムで全開と。いやー、バルーンもまだ2体余ってますし、お見事ですね。はい、ということで寛兵衛さん全開お見事でございます。さあ今日はタウンホール級の全開リプレイ6本紹介するんですが、最初の3本は空軍で、あとの3本が陸軍となっております。続いての空軍編成は、もうおなじみですね、クイヒーラバル、こちらの編成となっております。さあ今回全開取ってくれたのはアシュルムさんですね、この人もね、よくね交流戦とかでね、よくご一緒いたします。今回も対空砲かなり偏ってますよね、アチャクイの前に対空砲が4本固まっております。さあ今回は8時方向からクイヒーパートをスタートさせていって、でアーチャータワーなどもおそらく削っていく流れですかね。そうですね、やっぱりクイヒーパートで、対空砲以外の対空施設も壊しておくと、空回しですね、かなり楽になってきます。さあそして6時方向タウンホールがあるので、ここはババキンでサイドカットを行っていって、で確か7時の区画、迫撃砲とか大砲がある区画、ここ壁開けを行っていきます。さあババキンでアイアンフィスト発動してからのウォールブレーカーはまだ出さない、あ出しましたね。そうですね、クイヒーにレイジをかけることによってクイヒーを保護しつつ、さらにそのレイジを生かしてウォールブレーカーで壁開けを行っていくと。なのでこういう風にですね、ついでに、レイジウォールブレーカーなどで使用できたらですね、かなりお得ですよね。さあそして相手の援軍ラバハンドに対しては、ウィズを出していって、処理を早めていきます。でここでレイジを落としていきまして、こうするとですね、もう空パートで使う呪文、おそらくヒーリング1枚だけになるんですよね。なのでほんとね、クイヒーでどんどんですね、防衛施設を削っていって、ラバルのルートを短くしておけば、空パートにですね、呪文使わなくてもしっかりと空回っていくことができます。これはですね、もうほんとアルティメットとかクイヒーラバルですね、で結構見られるような攻め方となっております。さあなのでここでですね、クイヒーに対してジャンプを使っていて、さらに奥までね進ませます。これでね、ラバルですね、そんなに仕事量多くなくてしっかりと回っていきます。さあそしてテスラが固まって出てくるんですが、ここではまだヒーリングを落としませんね。ここヒーリングを落とす箇所としては、そうですね、12時方向のウィズトあたり、バルーンがですね結構固まってきてしまうので、ここに対してヒーリングを落としていくといった流れですかね。さあそしてゆっくりとね、ラバーとバルーンが回っていくんですが、これ大丈夫かなって皆さん思うかもしれませんが、ほんとねこれ全然余裕で回っていきます。さあそしてここでヒーリングかな、赤風船とかも出てくるので、あそうですね、結構対空トラップ出てきたので、ここで、ヒーリングを落としていきましたね。さあそしてですね、問題なのが9時方向、ウィズ島があるので、ここでバルーンを1体ずつ出していってターゲットを取っておきます。こうすることによって、はい、12時から回ってきた大量のバルーンがですね、撃たれることなく、まあその前に壊しちゃったんですけどね。なので、タウンホール9になってこれから空軍を練習するよっていう人はですね、
ソラパート最終地点にリストがあるような区画だったらですね、そういった場合はタゲトリオのバルーン 1,2 体手元に残しておくと安心安全にラバルが回っていきます。さあ続いてはタンタンさんの全開アタック、こちらを見ていきます。編成としてはクイヒードラバルですね。今回も対空砲がねかなり偏った配置になってるんですが、これに対してどういう風にですねクイヒを進行させていくか、これねめちゃくちゃうまかったのでぜひぜひご覧ください。はい、まずはですね、ビストやガーゴイルなどであらかじめサイドカットも行っております。でここですね12時方向クイヒでねどんどん防衛室を削っていって、で、やばくなりそうな部分でレイジ落としていきました。さあそしてここからですね、はいここ壁開けを行っていきます。でここを壁開けすることによってここの区画にですねアチャクイ入れていくんですよ。でさらに注目なのがまだウォールブレーカー6体残してますよね。はい、残りのウォールブレーカーでここ開けていきます。まず1体出していって、外の巨爆ですね解除していきました。からのホグライダーを出してターゲットを取ってここを開けるんですよ。タンタンさんいやめちゃくちゃうまいですよね。でおそらくこの外巨爆はですね最近タウンホール級でも外ネクロですねほんと流行っておりますので、それの対策かなとは思われます。さあさっきのリプレイと同じようにリズを足していって相手の援軍のラバハンドの処理早めていきます。で援軍のねラバハンド処理したらドラゴンですね、ドラゴンパートどっから投入していくかこちらもね見ていきたいなと思います。さあその前にですねババキンを投入していって、ここで相手のババキンをね処理していく流れですかね。でここで出てきました11時方向からドラゴンを出していって、で相手のアチャクイを処理していきます。クイヒーの役割としては、対空砲をね追っていくっていう役割もありますが、ドラゴンのルートも作ってるんですよね。でクイヒーで削ることによってドラゴンが対空トラップにね引っかかんないようなルート作りとかもやったりしますし、まあねいろいろとねクイヒーっていう役割は結構大きいです。ただ対空砲ですね、クイヒーで全部折ることができても結構ですねドラゴンパークの方に対空施設固まっていると結構すぐにドラゴン溶かされてしまいます。なのでそこはですねラバとかあとバルーンですね、でいかにカバーしていくか、これが鍵になってきますよね。さあ6時方向テスラが固まって出てきたので、ここでバルーンを出していってからのヘイストヒーリングで一気にですね、対空施設を壊していきました。ということでタンタンさん全開お見事でございます。いやクイヒードラゴンもねほんとタウンホール級でめちゃくちゃ見かける戦術なので、練習していて損はない戦術かなとは思います。さあ続いてのリプレイですね、またまたタンタンさんの全開アタック、こちらをねお送りしていきます。編成としてはゴレホグ的な感じなんですが、今回は援軍に、ボーラーもらってますね確か。そうですねミックスクランの所属の方でボーラーもらえるよっていう方はですねタウンホール級だったら本当ねボーラーめちゃくちゃ強いのでぜひねもらって攻めた方がいいかなとは思います。さあまずはヘイストバルーンでですねテスラとかを一気にですね削っていきまして、A からの号令からのアチャクイでねサイドカットを行っていきます。てか俺あれですねタンタンさんだけでかなり動画に出してるような気がするんですけど、そうですね結構見かけますよね。まあそれぐらいうまいってことですよね。はい、まずはですね今回は5時方向ですね号令を出してからのゴールブレーカーで中に入れていきます。でそしてですねこっからですね確か援軍のボーラーですね、はい出てきました。ボーラーからのババキンで一気にですね中に侵入していきます。もうねレイジかけちゃうとこのボーラーですねタウンホール級ぐらいの施設レベルだとゴリゴリ削っていくんですよね。でそして早い段階でホグパートをスタートさせていきました。で時間切れ防止用のビズを出すタイミングもめちゃくちゃ早いですよね。もうホグ出したのと同時ぐらいのタイミングでビズを出していってからのですねホグとビズをねどんどん展開させていきます。さあホグライダーですねビズ島とかね、あと巨爆確かあったかな、わかんないですけど範囲攻撃があるのでここヒーリング落としていきます。でそしてもう喋ってる間にホグライダーですね残り4体と少ないんですが手元に残ってんの、ここにテスラに対して、2体ずつ出していきましてからのヒーリングで全開と。そうですねこういう風にゴレウィズパートに非常を置いた編成だとホグのルートが短くなるのでヒーリングが2つで足りていくといった攻め方になっております。さあというわけでタンタンさん星6さすがでございます。さあそれでは続いてのリプレイはネロさんですね。はい元クラちゃんで今ですね群馬にいるネロさんの全開リプレイこちらね見ていきます。いやネロさんの攻め久しぶりに見たんですけどやっぱりね相変わらずうまいっすよね。
ていうかね、ほんとね、動画もね、復活してほしいんですよね。あの、ほんとね、ネロさんの解説聞きたくてね、ちょっとね、最近うずうずしてます。さあ、編成としては、外ネクヒーですね。群馬さん、今回ですね、タウンホール9での全開、この編成での全開、めちゃくちゃ多かったんですよ。まあ今回はですね、いろんな編成のね、リプレイ、載せたかったので、ちょっとね、1本しか載せないんですが、ほんとね、この編成流行ってるので、ぜひともやってみてはいかがでしょうか。で、援軍にはね、確かボーラーですね。あ、出てきました。ボーラーもらうんですが、まあね、ボーラーもらえないよっていうクラン所属の人いると思います。なので、この枠はですね、普通にペッカとか、あとですね、ネクロ増やしたりとか、全然ね、代用はすることはできます。で、中央部隊はですね、やっぱりネクロマンサー2体混ざっていることによって、スキルトンがどんどん先行して、で、ターゲットも散らしてくれるので、結構ですね、ゴーレムとか、あとババキン、長生きしていきます。ただ、ネクロマンサーやボーラー、やっぱり巨爆には弱いので、ちゃんとね、ヒーリングをかけて保護していきましょう。ただ、ピッチやね、この編成、外ネクロですね、やったことある人ならわかると思いますが、結構ですね、外ね、回っているネクロマンサーがやられてしまって、変な区画のね、施設がね、残ってしまうっていうことあるんですよ、本当に。なのでね、それの保険のためにスキルトンの呪文、一枠持っていくだけで結構ね、全開率変わってくるかなとは思います。さあ、ということで、そうですね、今回も7時、8時方向の外ネクロはやられてしまいまして、7時方向残っております。で、ここですね、ネクヒーがね、回ってきてね、外周施設どんどん削ってくれると。さあ、リアルゴーレムネロさん、果たしてスケルトンの呪文をどこに打っていくのか。どこに打つ、あれこれ打たないかったっけ、これあれ打ったっけ、これどっちだ、ネロさんどっち、これどっち、打つの打たないの、さあどうなる、打つ、あ、打ちましたね、アーチャータワーの方に打って、そうですね、やっぱり変な区画のところね、施設残っていたので、ここにスケルトンの呪文を打って全開と。というわけでネロさん全開お見事です。さあ、それでは最後のリプレイを見ていきます。最後のリプレイはノッさんの全開リプレイですね。で、今回注目なのがですね、ババキンなんですよ。ババキンをですね、めちゃくちゃ最後の方に出します。ゴレビズのね、侵入位置はですね、10時のアチャトやビズトンの位置なんですが、ここはですね、もう本当にゴレビズとアチャクイだけで進行していって、で、相手のアチャクイを倒します。そして、最後の方にババキンを出すんですが、そのタイミングが本当ね、面白かったんですよ。さあ、注目なのがですね、まずは12時方向ですね、ベビドラでアーチャータワーのターゲットを取って、ここですね、バルーンがゆっくりと進んでいって防衛施設をめっちゃ壊します。このバルーン3体ぐらいで施設ですね、防衛施設3つ壊せるって結構お得ですよね。さあ、そして壁開けを行っていって、こっからですね、ゴレビズ部隊中に入れていこうとするんですが、ここでちょっと壁開け失敗してしまったので、急遽ですね、レイジボールブレーカーで強引に開けていきました。で、ゴレヒーとかもね、合わさりまして、ここら辺はね、まあ、ゴレ2体なんですが、ヒーラーもついているので、そこまでで、タゲ取り役としては、不安はないかなといった感じですね。で、ここですね、相手の援軍が出てくるので、相手のアチャクイにかかるように、ポイズンも落としていきます。さあ、そして、ホグパート、スタートさせていきました。そうですね、ゴレビズパートで防衛施設、大幅に削れているので、ここら辺はもうヒーリング1個ぐらいで乗り切れちゃいますよね。で、そして相手のアチャクイですね、に対してはアチャクイで処理を行っていくと、まあ、ゴーレムは全部溶けてしまったんですが、ここはもうね、相手のアチャクイ処理できればもう同じですね。さあ、そして出てきましたババキンですよ。これね、もうほんと最後の方ですよね。もう最後の区画に残っているババキン、こいつを倒すためだけにババキンを出していって、そしてね、あとは外周施設を壊してお掃除タイムと。なので実質ババキンこれいらなかったんじゃないかなっていう説ありますよね。はい、というわけで今回はですね、 CWL ライジング級チャンピオン群馬侍さんのタウンホール9の全開アタックをお送りしていきました。またですね、全開リプレイどんどん動画に出していきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方はぜひとも登録のほどよろしくお願いいたします。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。